2024年8月19日、NHK ラジオ国際放送で中国語のニュースが報じられた際に、尖閣諸島は古来から中国の領土、南京大虐殺を忘れるな、慰安婦を忘れるな、という不適切な発言が確認されたことで物議を醸しました。本件は放送法違反であると同時に、日中関係や日本の史実を語る上で非常にデリケートな事案となっていることから、単なる放送事故では済まされない事態に発展しています。果たして問題発言の引き金となった歴史的論争の裏に何が隠されているのでしょうか。ということで今回は日中問題に関する近畿発言の全貌や南京事件論争が解決しない理由、反日感情を高めた中国メディアの報道についてご紹介していきたいと思います。では近畿の放送事故。問題の放送会において NHK と業務委託契約を結んでいた中国籍の40代男性は、本来伝える予定にあった都内千代田区にある靖国神社の石柱に落書きが発見されたというニュースを原稿通り読み上げていました。しかし男性は突如として中国語で釣魚島、すなわち尖閣諸島は古来中国の領土と主張し、 NHK の歴史修正主義とプロフェッショナルではない業務に抗議しますと述べました。また今度は英語を使って南京大虐殺を忘れるな、慰安婦を忘れるな、彼女らは戦時の性奴隷だった、731部隊を忘れるな、などと発言したことで関係者やリスナーたちを騒然とさせています。そんな本件の引き金となった NHK の国際放送とは、本来日本政府の見解や日本文化といった日本に関連する適切かつ多角的な情報を外国人や海外在住の日本人に伝える役割を担っています。また法律上の目的は日本に対する正しい認識を培い普及することによって国際親善や経済交流の発展に役立てることとされているため、正確性や公平性を欠けるような発言は放送法違反となっています。しかし問題の発言を受けて NHK 側は、男性の目的であろう放送の拡散を防ぐために放送直後の公表を控えました。そして放送3日後となる8月22日 NHK の稲葉信夫会長は、放送政策などを取り扱う自民党の情報通信戦略調査会で一連の経緯を説明すると、極めて深刻な事態と言及した上で国民に対する謝罪を述べています。また NHK の公式サイトでは、報道機関として放送の自由と番組編集の自由を最優先に自主的な編集の下で国際放送を行っていたとした上で、再発防止に向けて現段階では多言語も含めて事前収録に切り替え、今後は再発防止策を制定すると説明しています。一方問題の中国籍男性に関しては、8月21日付で契約を解除し、今後は損害賠償請求を行うとともに刑事告訴を検討すると発表しました。しかし国際放送には今年度だけでもテレビとラジオ放送を含め35億9000万円もの交付金が支給されていることから、国の不利益が絡んだ不祥事を受け、 NHK の放送体制を疑問視する声や関連団体の公表を求める声が後を絶たず、会長の謝罪だけでは収まらないという指摘が続出しました。そんな本件はネット上でも反響を呼んでいるのですが、中国籍男性が残した発言の中でも特に南京大虐殺にまつわる論争が加熱したことで X では一時トレンド入りしています。しかし実際のところ、南京大虐殺、すなわち南京事件に関する論争は今に始まったことではなく、長年史実をめぐって対立していることをご存知でしょうか。ここからは中国籍男性の発言を紐解くとともに、歴史的な背景や疑問点について触れていきたいと思います。大虐殺の真相。世界各国の定説上における南京事件とは、1937年に勃発した日中戦争において、当時の中国の首都南京を占領した日本軍がわずか6週間の間に30万人以上の民間人や捕虜を虐殺したとされる凄惨な事件を指します。本件は1946年に開かれた南京軍事法廷という戦犯裁判において、目撃者の証言や埋葬の報告資料から確認された遺体数を積み上げる形で算出した30万人という大規模な犠牲者数が認定されたことで、日本軍関係者4名に死刑判決が下されました。また後に東京で開かれた極東国際軍事裁判でも20万人以上の犠牲者を出したことが認定されると、日本国内でも南京事件が周知されるようになり、1980年以降は史実として教科書に掲載されています。こうして現在に至るまで、中国やアメリカを中心に南京事件は日本の非道性を象徴する出来事として非難されているのですが、後年は
犠牲者数や歴史的事実について様々な説が飛び交っています。何でも南京事件を専門とした研究チームは中国兵の犠牲者8万人と民間人の犠牲者総数約4万人を合わせて20万人前後の犠牲者を推定しているほか、元大蔵省の官僚であり日本の歴史家である畑郁彦さんは中国兵の犠牲者3万人と民間人の虐殺犠牲者1万人を合わせた4万人が犠牲になったと主張しています。また日本軍関係者の親睦や学術研究を目的とする開港者からは中国兵と民間人を合わせても犠牲者の数は数千から2万人近くと推定されました。そして犠牲者数に関する説以外にも日本軍の行為は戦時国際法上合法であったという見解から虐殺否定派も存在しており、残虐行為にまつわる記録の出所が中国政府の関係者であったこと、南京には各国の特派員が在中していたにもかかわらず事件にまつわる記述の多くが第三者の証言に基づくものであったこと、毛沢東が一度も南京虐殺について言及しないという不可解な点があること、中国政府が監修した記録では日本軍による占領直前までの南京の人口が20万人、占領1ヶ月後には25万人となっているため30万人の虐殺という説が不自然であることなど様々な疑問点を挙げた上で、中国側がアメリカを味方につけるために日本軍の残虐行為を大々的に取り上げた可能性を指摘しています。こうしたそれぞれの見解に関しては現代でも真相をめぐった意見が飛び交っているものの、近年では30万人の虐殺行為という定説に懐疑的な人々が多く見受けられたことで、日本の教科書には具体的な犠牲者数の掲載が控えられるようになりました。そんな南京事件は日本の名誉に関わる黒歴史として扱われてきた以上、仮に史実が否定された場合アメリカや中国の威信に関わる大問題に発展しかねません。そのため80年以上経過した現代においても南京事件にまつわる論争はタブー視される傾向にあり、日中関係に政治的な影響を与え続けています。また問題のラジオで中国籍の男性が発言した慰安婦問題や371部隊に関しても戦時中に発生した重大な問題として長年日中関係に暗い影を落としています。問題の再浮上。日中関係における慰安婦問題は1931年の満州事変以降、日本兵による現地女性への強姦事件が多発したことを機に性問題を解決するための慰安所が設置されたことから始まります。当時慰安所は中国のみならずミャンマーやマレーシア、ミクロネシアなどアジア太平洋各地に設置されており、現地の女性のみならず日本、中国、台湾、朝鮮半島からも慰安婦が招集されています。そんな慰安婦問題は軍の支配下で多くの女性の名誉と尊厳を傷つけたとして非難されているのですが、1972年に調印された日中共同声明において、日本政府は過去に日本国が戦争を通じて中国国民に重大な損害を与えたことについての責任を痛感し深く反省すると表明しています。そして中国政府は日中両国国民の流行のために日本国に対する戦争賠償の請求を放棄することを宣言すると表明しているため、1990年代に中国籍の元慰安婦や遺族らが日本政府の謝罪と賠償を求めて提訴した際には、日中共同声明に基づき個人の賠償請求権は放棄されたものと判断されています。しかし2023年に韓国の元慰安婦らが日本に対して損害賠償を求めた際、ソウルの高等裁判所が日本政府に慰謝料の支払いを命じたことを受け、2024年4月には中国内でも日本政府からの謝罪と損害賠償を求める訴状が提出されています。そしてこの一件は中国現地で詳細に報じられているため、ウェブサイトのコメント欄には裁判を起こすのは当たり前、日本は謝れなどの日本を罵倒するコメントが殺到しました。そのため中国語のメディアに触れている人々にとって日本軍の慰安婦問題は昨今問題視されているテーマの一つとして認識されていることが考えられます。またラジオで言及されていた731部隊と呼ばれる満州を拠点にした日本軍の研究施設に関しては、1940年からおよそ5年間にわたって日本軍による細菌兵器の製造が行われる中で、日本人の少年兵や中国人を含む捕虜に人体実験を繰り返したことが確認されており、当時は観光令が敷かれていたものの後年1万人近くの犠牲者を出していたことが判明しています。そして1997年には日本政府からの謝罪と賠償を求めた裁判が開かれているのですが、事実が認定された一方で謝罪と賠償は棄却されています。しかし一連の問題は長年何度も取り沙汰されていることから、中国の人々にとって反日感情を高める要因となっています。また尖閣
諸島問題に関しては、1895年1月以降、沖縄県に編入したことで、日本領として認められているにもかかわらず、尖閣諸島周辺で石油埋蔵の可能性が指摘された1970年代以降、問題のラジオでも言及されていたように、古来より中国の領土であったと主張されるようになりました。そして、2012年には、中国側が武力衝突を示唆したことで、両国の緊張が高まっているのですが、依然として解決の兆しは見えず、2023年以降も中国海警省の船が毎日のように尖閣諸島周辺の水域に侵入していることが確認されています。こうした背景から領土問題も両国の友好関係を左右する事案となっているため、一個人の見解から大勢に向けて発言することでセンセーショナルな問題に発展することは想像に難くありません。また今回のラジオ放送においては、日本国民の税金を使った国営放送下での発言となっていることから、多くの日本国民が発言そのものや発言を容易にさせた NHK への怒りを表しているのですが、中には中国側の意図的な作戦ではないかと危惧する意見も存在します。そのため今回の騒動は、中国籍男性の関連団体への疑惑が高まることで長期化することが予想されているのですが、これ以上重大な不祥事の連鎖が発生しないことを願うばかりです。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見て闇が深そうと思った方は、高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録の3点お願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。終わり。